アミアンスポルタンクルブはフランスアミアンを本拠地とするサッカークラブチーム。クラブは1901年に創設され、2020から21シーズンはリーグドゥに所属しており、ホームスタジアムはスタッド・ドゥ・ラリコルヌ。創設以降主要タイトルは獲得していない。1901年アミアンアトレティッククルブとして創設。1933年にプロ化するものの、 1952年にアマチュアに戻った。1961年にスポルタンクルブダミアン。1989年に現在の名称へとチーム名を変え。1993年に再びイプロ化している。2001年にはディビジョンズに席を置きながらにしてフランスカップ決勝に進出するものの PK 戦の末敗退した。 2016から2017シーズンの最終節であるスタッドランス戦において1から1のまま迎えた後半45分、アディショナルタイム5分のラストワンプレーで決勝ゴールを挙げ劇的な形でリーグアン昇格を果たした。チームロゴには一角銃が描かれており、また使用するスタジアム名もスタッド・ドゥラリ・コルヌとクラブを象徴するものとなっている。 なしなし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。